ベースコチャガです。今回なんですけど、パワー一同のキャラ全キャラ紹介第2弾ですね。ザベスなんですけど、こいつね、とにかくブロックの介護官としか言いようがないよね。なんかダメージそんな高くないし、射程も短いし、なおかつウルトも使いにくくて、あんまり目立ったキャラじゃないんですけど、こいつで奇跡を起こしていこうかなということで、早速ね使っていこうかなと思います。始まって40秒後ぐらいに、マイクに向かってくしゃみしちゃったんですよね。すごい不愉快だったのでカットします。いや、お前のちまちま攻撃は俺にとっての地獄だから、地獄じゃねえか、致命傷なんよ。だからもうあいつ先倒したい。うわー、いってーがちいってーなー。全員がフランキンぐらいの体力なんすよね、マジで。もう予防接種の注射ぐらいなんよ、お前の苦労の、お前の今のトゲは痛いんよ。予防注射の針はそんな痛くないかはい、キューブ取って、こっからちょっとね、いい挟まれてるんでこいつ倒せますね。オッケーオッケーオッケーで逃げて、いや、さっきみたいにもうさすがにやらかせんよ。よしよしよし、敵倒してオッケー。おっと、大チャンス。お、7からの、はい、10。もうカンスト超えちゃってますからね。もう誰も怖くない、もう全員が豆腐なんよ。はい、いてててて、怖い。よーし、はい、もうどういう気持ちなんよ、今。よし。もうなんかもう気抜いても勝てる。はい。あれ？いや、でも今回は、運やな。はい、ちょっとね、一人入ってきてくれたんで、エメハンカサッカー、何してんの、マジで。こいつ、マジでさ、ふざけすぎなんよな。いっか、ちょっとコメントしよう。やれるもんならやってみる。もう1002ってことは、一回負けたら下がるんすよ、これ。これ準備 OK したらもう、この人やべえわ。やべえわ、これ。え？マッチングしたよ。うわ、マジか。うわ、D ムーンやん。うわー、まあ、いっか、別に。いやー、これ負けて、この人1000から落ちたらクソおもろいんやけど。まあでも、頑張るよ、そりゃね。頑張るけど、そういう問題じゃないんやな。やべえ、危な。オーティスは怖い、マジで。2発でやられるからな、マジで。いやー、これ、ちょ、無理よ、俺、もうオーティス無理よ。うわー、ワンパン。ひでえ、こっち3発当てんと勝てんのに、やつは3。え、ワンパンなんやけど。これ、まずいな。てか、ディームがうめえからな、普通に。いやー、これ、気抜けんけど。気抜いても気抜かんくても負けそうなんだけど。いや、でも俺、勝ちたいんやな。うわー、ひでえ。パワー1から始末してくる。まあ、普通か、それは、まあ、それはそうなんですけど、普通なんですけどね。いや、援護入れたいな。これ壁壊したらね、ちょっと有利になるんで。いや、いいね。そっちを倒してくれた。よし、身代わりすんなよ、モーティス、お前。よしよし。こっから集中していって、あいつさえ倒したらいいよね。あいつの首狙います。いや、もう全然クソエム。クソエム、あいつ狙ってる。モーティス狙ってる。はい、反射神経。無意味な反射神経。あいつ倒して。よし。俺に持ってもなーって感じなんですけど。やべ、当てろ、やべ。うわー、もう終わった終わった、あれ、あ、上に決まる。うわー、これは無理や。なんかパワーさというか実力を、なんかね、あれ、なんで逆転してんの。いいね。え、なんで逆転したん。いや、マジで、まあ、分からんけど、まあそれはナイス。はい、ナイス。うおーおー、完璧、連携完璧からの、アイミルクボヤ、仕留めたい。なんで下がったんや、今。なんで下がったん。いやー、でもある。逃げて。逃げてくれ。当てる。おし、来た、神イム。俺には宿ってる。宿ってます、何かが。そこに当たる。はい、あいつ倒して。このミルクボヤさえ倒したら、なんとかなる。やべ、危ねえ。いや、危ねえではないな、今のちょっとミスったな。いやー、これやばいな。勝ちたいけど。よし、当ててからの、当てれん、今の当てれん。一番当てたいやつ。あ、やばいな。あ、これ嫌な気がする。当てろ、俺。うわ、当てろ、当てられるな。当てろ。いやー、白熱しますね。はい。あの人さえ倒したら前線一気に上がるんで、神エイム、発動せい。俺の神エイム、発動せい。うわ、マジか。最後で外すの？当てていく。逃げよう。逃げて、一回逃げようぜ。一回逃げて。ナイス？え？ある。逃げる。あ、やばい。
っとっと、あ、危ねえ、ガチ危ねえ、疲れた、もう疲れたんだけど、やりたくねえんだけど、あーやばい、あーもうダメダメ、もう集中力完全に切れてる、もうあれで全部使い切ったわガチ、あーもういい、よしちょっとあの集中しますね、壁壊したいな、壁壊したいけど、はいはいはい、壊して、ザベス割となくもない説ありますね、結構強くはないけど、なんか、連携さえ、いやでもブロックのが強いわ、絶対。ブロックですね、やっぱり時代は。てか、ザベスってこいつ、何のために生まれ、それはちょっと言ったらあかんな。まあ、使い勝手がちょっと悪いです。まあ、パワー1の中では、ちょっと弱い方ではあるかもしれないですね。あ、やべえ。あ、ナイス。これ壁壊したか。あ、壊した。あ、でもまあ、壁壊せば壊すほどこっちが有利になるんで、はい。あ、でもそうでもないか。パワー1いるからそうでもないですね。はいはいはい。いや、これ1点決めて守る感じかな？守る感じの方がいいですね。あ、当たらん。もう全部使い切った、もう。全部使い切った。もうシャトルラン走った後に100メートル走れって言われてるようなもんなんよ、これ。どうしよう。誰も倒せる気せん。怖え、もう。ブロックが怖え。よし、当てて、ウルトシュート。なんでお前キャッチすんの？座れてたやん。よし。避けたい。うわ、避けねえんか。ある。ナイス。いいっすね。こっからなんよ。はいはいはい。当てて、もうこれ開幕のね、一発が強いんすよ。まあ、あんまダメージ与えられんけど。やば、無理。無理やん、それ。ナイス止め。でも、生きてる。あ、死んでる。あんなに頑張って決めた1点がこうもあっさり返されると、あー避けられた、学んどる、あのカール学んできやがる、よしこれ避けて、やばい、マジ負きたくないよな、なんであの線で勝って、線に勝ってここには負きたくない、さすがにウルトパスしても無駄だから、これ何をすればいいんや、俺は逃げるしかない、え、やばいぞこれ、あ、ナイス、サンドストーム。こっからちょっと、この、競争が始まる。うちの先輩のウルトに頼んで、先輩。はい、というわけで、なんかね、一戦奇跡起こったんですけど、まあ、ザベスですね。まあ、割と強いっちゃ強いんですけど、やっぱブロックのがね、強いかなっていう感じですね。誰が使うねん、こんなん。